皆さんこんにちは、Bレジェンド染田です。皆さんこんにちは、Bレジェンド管理用紙の布目です。今回は、アミノフロージョン、こちらのね味のレビュー動画をやっていきたいと思います。僕はフルーツパンチ風味、布目さんはワンレップグレープ風味ですね。はい、早速作っていきましょう。はい、水がね、だいたい400から600ミリ入れていただいて、で、こちらのね、白のね、中スプーン、だいたい大盛り1杯を入れていただくっていう形ですね。今日はちょっと濃いめの気分なんで、うん、お水ちょっと少なめの400にしてます。すごい、いい匂い。グレープの匂いしますね。これは、うま染めだですね。実にうま染めだですね、これは。はい、実にうま染めだ。なんかこんな色です。それでは、中スプーン大盛り1杯いっていきます。こんなもんですかね。はい、いきます。じゃん。あ、もう紫になってきた。こっちもですよ。もうすごい、匂いはめちゃくちゃグレープです。こっちはフルーツの匂いがしますよ、ほんまに。グレープがこんな色で、うん、やってみよう。フルーツパンチがこんな色ですね。ちょっと赤っぽい感じですかね、見えますか、ね、やっぱりフルーツパンチからいきましょうか、じゃあ。はい、それではいただきます。いただきます。むちゃくちゃいい匂いですね。うん、いい匂い。おいしゅうございます。あれ、おいしいです。おいしい。今日は酷評っすね。ちょっとね、この前ほどの受けはなかったですね。そうですね、前回もちょっと爆笑やったのにな。まあまあですね。でもね、これは今回リクエストいただいた ね、 そうですね、あれですからね。書いてくださった方、滑っちゃいました、すいません。おいしかったですね。トレーニング中にね、うん、ごくごく飲めちゃいますね。うん、あれっすね、あの缶に入ってるキャンディーあるじゃないですか。わかります？わかります。ドロップ、ドロップ、あれをいろんなやつを口の中に放り込んで水を飲んでる、ニュンニュンってしてる感じの味がしますよ。どうっすか？私は口の中じゃなくて、中にちょっとお水入れて、うん、ガシャガシャガシャってやって、鉄子ね。はい、そう、鉄子ね。そう、そうで、飲んだ味がします。あー、なるほど、うん、そうっすよね。うん、確かに。なんか世代分かっちゃうんです。うわ、よー、そんなことないです。今も世代もありますよ。そうなんですか？そんな話聞いたことなかったから。確かに。そんなことしないですね。はい、っていう味がします。そうですね、はい、で、なんかそんなに酸味は全くないわけじゃないですけど、うん、若干ありますけど、まあ甘いって感じですよね。甘め、うん、トレーニング中にもこう嫌な感じにならず飲めるような甘さなんで、うん、全然飲んでいただけると思いますね。まあ、とにかく美味しいです。そうですね。美味しい味です。美味しい。はい、グレープいきますか。はい、はい、あ、もうめちゃめちゃすごい果汁 100% のグレープジュースの匂いがする。うん、うまし。まあまあです。まあまあでした。はい、よ、あー、僕はグレープの方が好きやな、これ。うん、僕はね。どうなんですか、野上さんは。そうですね、気分によりますね。あ、ほんまですか。うん、グレープの方がやや酸味がある感じですかね。そうですね、そうです ね、 ね、だからちょっと酸味が欲しい時にはグレープかな。フルーツパンチもでも捨てがたいですね。うん、まあでも同じやつばっか飲んでたら飽きるんで、うん、ね、2つあったらこう気分で変えれるんで、すごく ね、いいかと思います ね、 いいですね。うんうん、しっかりとビーレジェンドクオリティの美味しさに仕上がってると思います。これね、マジでうまいっすよ。多分普通に BCA ドリンクって言われなかったら、普通のあのグレープジュースだと思うんじゃないですかね。うん、なんか全然そのやっぱ BCA ってやっぱあの苦みがありがちじゃないですか。うん、はい、全く苦みないですよね。これ今回の全くないですね。すごい苦みも消えてて、ほんと飲みやすい仕上がりになってると思います。そうですね、
アミノフロージョンのスペックの方なんですけれども、アミノ酸ですね、バリン、ロイシン、ソロイシン、バリンが 1750mg、 ロイシンが1食あたりで、ロイシンが 3500mg で、イソロイシンが 1750mg ですね。あれですね、1対2対1の黄金比ですね。黄金比ですね。で、そこにさらに、グルタミンが 2500mg 入っていて、さらに、血管拡張作用のあるシトルリンも 500mg 入っておりますんで、結構ね、トレーニングのパフォーマンスなんかの向上も期待できるんじゃないかと思います。エネルギー1食あたり 51.5kcal、 こっちの、モーワンレップグレープ風味は 51.9kcal、 ここだけが違いますね。 0.4kcal の違いですね、はいはい。で、タンパク質が 9.9g、 脂質が 0.2g、 炭水化物 2.5g で、食塩相当量が 0.6g、ビタミン B6 が 0.7mg、 カリウムが 170mg となっております。これを飲んでいただくと本当に BCA にプラスアルファの成分も入っていますので、割とサプリメント初心者の方とか、あまり使ったことないっていう方にはですね、こちらのスーパーアミノフロージョン使っていただけるといいんじゃないのかなというふうに思います。味も飲みやすいという点もありますし、そうですね、BCA の、入門変みたいな感じで、ね、いいんじゃないかなと思います。何飲んでいいかわからないってお客様はね、ぜひこちら飲んでいただければと思います。で、こちらスーパーアミノフロージョンのね、発売日なんですけれども、10月23日の水曜日お昼12時からとなります。で、それぞれ各3480円になっております。1袋、420g で1食あたり 14g ですので、30食分、飲んでいただける内容になっています。で、今回こちらね、スーパーアミノフロージョンを新発売っていう形で、数量限定でこちらのね、フルフルフルーツパンチ風味とモーワンレップグレープ風味ですね、こちらをセットで購入していただいた方に、こちらのね、ジャンボシェーカーですね、水をね、しっかり600ml ぐらい入れていただけるジャンボシェーカーになっておりますんで、これでね、ぜひトレーニング中とかで、水張ってこれで入れていただいて水分補給していただければと思います。で、こちらの、ね、シェーカーなんですけどね、通常買うとね、1200円になるんで、本当でしたら8160円になるんですけれども、こちらの数量限定のセットお買い求めいただくと、6960円で、こちらのアミノフロージョン2つのセットとこちらのね、ジャンボシェーカーがつきますんで、ぜひね、こちらのね、数量限定セットお買い求めいただければと思います。できるだけなくならないうちにお早めにお申し込みいただければと思います。スーパーアミノフロージョンを飲みたいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。